この動画ではキャラクターと地面の距離の詳細、足元の微調整の話、エディタの 2D 用便利機能、英語キーボードの失敗談をやっていきます。どこかで役立つかもしれないので確認していきましょう。 2.15 カプセルサイズの説明の際に地面から2センチ浮くという話をしましたが、正確には 2.15 センチでした。嘘をついてごめんなさい。せっかくなのでどういう仕組みで地面から 2.15 センチ浮くという状態になっているかを確認してみます。キャラクタームーブメントのソースコードを開くと、前提条件としてのこの2行が割と重要なので確認します。ミンフロアディスとは、歩行時にキャラクターカプセルが床から浮くための最小許容距離。マックスフロアディスとは、歩行時にキャラクターカプセルが床から浮く最大許容距離とドキュメントに書かれているので、キャラクタームーブメントは地面から最小 1.9 センチ、最大 2.4 センチの距離の時に歩くことができるという前提が指定されています。数字の後ろの F はフロート型を意味します。この前提があった上で、最大と最小の中間の距離になるように地面との距離を調整する関数が組まれています。この数値を基準に坂や段差での処理などがあります。この文字列を読む必要はないですが、とりあえずここで理解すべきことは、キャラクターのカプセルは地面から 2.15 センチ浮くように組まれているということを把握しておきましょう。足元、もう一つキャラクタームーブメントの細かい機能に触れておきたいと思います。キャラクターブループリントのキャラクタームーブメントを選択し、右の詳細欄、キャラクタームーブメント歩行の中の詳細設定を開きます。テンプレート作成編で Use Flat Base for Floor Checks にチェックを入れて、カプセルの形状通りではなく平面のコリジョン判定になるという設定をしましたが、この時にパーチラディウススレッショルドの話も一緒にしておけばよかったなと思ったので、ここで補足したいと思います。このパーチラディウススレッショルドという機能は、カプセルの幅通りに落ちたい場合は 0.0 センチのままで、カプセルの幅通りだと空中に浮いてしまうのが嫌な場合、ここの数値を増やすとカプセルの幅から完全に足場がなくなる前に落下判定になります。0の場合、かすかにでも足元に地面があれば落ちない状態で、1だと1センチ以上足元に地面があれば落ちず、10だと10センチ以上足元に地面があれば落ちなくなります。この世界のドット絵の1ピクセルは 6.25 センチなので、1ピクセル分減らしたい場合は 6.25、 2ピクセル分減らしたい場合は 12.5 というあたりの数字が目安になります。この機能に関しては、調整した方が良いというよりは、空中に浮くのが気になる場合は調整する機能もありますという話で、注意点としてはこの機能は落下しやすくする設定なので、ゲームの内容によってはここの調整をするより、カプセルの幅やキャラクターのドット絵の方を微調整した方が遊びやすいゲームになる場合もあると思います。こういう 2D で悩みそうな細かい機能に関しては、妹でもわかるアンリアルエンジン4のブログ内でいろいろな機能と妹が格闘している過程を残してくれているので、見ておくととても参考になると思います。またパーチラディウススレッショルドに関しては、おかずさんのブログでも機能の詳細に関しての説明をしてくれているのと、ヒストリアブログにも詳しい解説があります。この機能を使う際に一読しておくと理解が進むと思います。スナッププロジェクト設定の 2D の項目の中にスナップレイヤーの有効化というチェックボックスがあり、半年ほど前にルイさんがこの機能の紹介をしてくれていて、機能として知っておくと良さそうだったので少し説明をしておこうと思います。スナップレイヤーの有効化にチェックを入れると、ビューポート上にフォアグラウンドというアイコンが増えます。この機能はコンテンツブラウザーから素材をドラッグインすると、指定の Y の位置にオブジェクトが配置されます。フォアグラウンドは Y の位置が100、デフォルトにすると Y は0、バックグラウンドにすると Y が -100 の位置に指定されます。通常右表示で何もないところに物を置くと、基本的に Y の位置は0に置かれるので、 Y の位置を0以外などに指定しておきたい場合に使うと便利です。またパースペクティブ表示でドラッグすると、この表示でも指定の Y の位置に配置されるので、こういう並べ方がしたい時にも便利です。例外としては、キャラクターなどのカプセルコリジョンを持ったオブジェクトは特殊な判定になっているのか、指定の Y の位置からずれる場合があるので注意が必要です。他にも右クリックからアクタを配置や、コンテンツ追加ボタンから選択すると指定の Y の位置には置かれないようです。
オブジェクト配置後に指定の Y の位置に変更する場合、 2D レイヤーのメニューの中の 2D レイヤーにスナップをクリックすると指定の Y の位置に移動します。うまく置けなかったオブジェクトは 2D レイヤーにスナップを押して位置を調整します。この機能の微調整はスナップレイヤーの中に設定があり、レイヤー名や数値を調整できます。プラスボタンを押すことでレイヤーを増やすことができます。横スクロールの背景制作の場合、作業効率が上がる可能性があるので使ってみると良いと思います。トップダウンのゲームの場合は Z の位置合わせに変更もできます。時短。レイヤースナップの上に平行移動と回転ウィジェットの 2D 組み合わせを有効化というチェックボックスがあり、これもルイさんが紹介してくれていたので知ったのですが、ここのチェックを入れると移動と回転の間にアイコンが増えます。選択すると移動と回転が同時にできるようになるので、移動と回転の切り替えを頻繁にする人は時短になるかもしれません。ドット絵の背景の場合はあまり回転させる機会はないと思いますが、高解像度の 2D や 3D の背景制作の際は活躍する場面があるかもしれません。こういう機能の情報をルイさんがまとめてくれているので、もっとたくさん知りたい方はルイさんのノーションを要チェックです。アットマーク。インプットの解説で当然のようにアットマークを打って入力を出しましょうと解説しましたが、この方法は常吉星光先生が提唱してくれてから日本のコミュニティで浸透したものなので役に立ったなという方は常吉星光先生をフォローしておくことをお勧めします。ここから本題の失敗談で、アットマークで入力が出ないという質問をもらったので少し確認してみたところ、英語キーボード設定でアットマーク検索をすると何も表示されないということが確認できました。英語のキーボードを使っている場合は数字の5か7あたりを使って検索するのが良いのかなと思います。英語表示で出るから全部いけるだろうと思い込んでいたら、キーボード設定で表示される濃度が違うのは盲点でした。英語圏やガチプログラマも視野に入れたチュートリアルを作る際はアットマーク検索の説明は避けた方が良さそうです、という小ネタでした。皆さんの周りで他にも英語キーボードとの差で起こった問題などがあったらコメントで教えていただけると嬉しいです。次回。次回の動画では UE5.1 で作ったテンプレートプロジェクトを UE5.3 にアップデートする手順をやっていきます。今回のチップス動画の中でさらっとバージョンアップするつもりで準備していましたが、割と重要な内容な気がしたので、単体のプロジェクトのバージョンアップについての動画を作ろうと思います。その後にペーパー ZD の話をしたいと思います。バージョンアップ。